こんにちは、マッスルグリルです。こんにちは、クライシスです。クライシスさん、ありがとうございます。はいはい、まあ、はい、3人目のマッスルグリルというのがこのことかなと。いや、嬉しいですよ、そうに言ってくれるの。本当？いや、めちゃくちゃ嬉しい。あ、そう、みんなに言ってほしい、それ。はいはい、言ってほしい、はい、はい、ありがとうございます。この前ね、Dさんの動画で、うん、僕、出演させていただいて、はい、まあ、ちょっといろいろ話したんですけど、はい、まだ見てない方は、下見ていただいてですね、はい、はい、トークをしばらくは、うん、もちろん自分と社員にもやりますけど、はい、スマイル、ちょっと外でいろんな人と絡んできてくれっていうふうに社員から指令出たんで、そうですね、はい、あ、じゃあぜひそれやらせてもらいますって言って、はい、1人目 D さんっていう一番近いところからね、はい、一番近いところで、はいはい、分かりました。なので、まあ、今年いっぱいは、うん、結構ゆったりやっていきますみたいな感じで明言しましたんで、はいはいはい、はい、まあ、サブも、まあ、メインもけど、なんかいい終わり方かもね、はい、え、なんすか終わりって。ごめん、なんかすごいうちだからリラックスして喋ってますけど、はい、ごめんなさい、一緒にけど、もともとトークってこんな感じだったもんね、はい、いや、そうっすよ。去年のスポルテックの後も、はい、グラビアアイドルの、俺の好きなグラビアアイドルの話とかしてたけど、こんな感じでしたもんね。したしてたっすもんね。コーヒー飲みながらできるしこれ、これいいっすね。これ D さんって書いてあるんですよ、これ。そう。D さんって書いてある。いただいたんすよ。すごい。視聴者の方から。そう、けど、ほんとに、ま、いい締めくくりかもしれない。逆に。2021年のってことですよね。うん。はい、マッスルグリル。はい、まあ、今まではすごい加速してきたから、そうっすね、まあそこで、はい、ちょっと一旦落ち着いて、けど落ち着いてるけど高まってるから、2人は。はい、ありがとうございます。うん、あざみさんあざみさんで自分の筋肉度を、うん、そうそうそう、高めすごいっすよ、高めてる最中だし、高めてますよ、はい、で、井上君は、はい、マッスルグリルの、はい、まあその、まあ、脳として。これね、D さん言ってくれるんだよな。それなんか、ブレインって言われる。脳としてね。ブレインね、うん、はい。けどやっぱりその、そういう感じで、まあ、仕事としてもね、はい、ちゃんと今お互い高井上君もやってるし、はい、だからお互いがお互いのことを高めている中で、まあ、動画の更新はちょっと落ち着いてるけど、はい、まあそれが2022年に向けてね、そうですね、ポンっていくって感じと考えればすごいいいことかもしれないですね、はい、ありがとうございます、うん、そうだ、2021年に向けて、まあ、助走をつけてる最中ということで、2021… あ、ごめんなさい、2022年に向けてね、うん、来年はこんなことやろうみたいなことも、これ前社員にも話したんですよ、はい、イベントとかやろうみたいな、はい、まあ、もちろん YouTube ですよ、 YouTube やって、で YouTube の中でこういうイベントやろうよみたいな話とかもしたんで、はいはい、今日はだからそういう話したいなと思って、2022年に、まあ、D さんからやりたいことね、そう、提案していただきたいので、ぜひ力を貸してほしい。前ね、トーク動画で、マッスルグリル、はい、あざみさんと3人で、社員中撮ったやつですよ、ね。撮ったやつだけど、はい、もうちょっと、じゃあ具体化、うん、具体案をちょっと出しましょうね。はい、お願いします。ちょっとホワイトボード持ってくるすごい、ホワイトボードあるんだ。ある、もう。はい、じゃあこれもう。わ、いいっすね。はい、もう、ここまで埋めるから今日。マジですか、はい、ちょっと先に書こう、はい、はい、マッスルグリルと、はい、企画会議ね。そうだから、はい、もうやっぱコロナで、はい、なんか疎遠というわけじゃないけど、はい、ちょっと離れちゃったけど、はい、マッスルグリルってやっぱ順繰りっていう方たちがいて、みんなの力があって成り立ってたんですよ、もともとね。そうなの。でそうですよ。でそれ D さん、やっぱ三浦さん、元気さん、村田さん、はいはい、あと、まあ、宮子さんとか、はい、秋人さんとか、はい、まあ、あんま絡んでないけど、秋人さんとかは。だけど、もっと絡みたいし、俺は。俺もね、はい、実はあんまり話したことないんです。そうなんですか実は話したことがないっていうね、あんまり。差しで話したりしないですか。全く、昔電話で、ちょっと仕事の話をしたぐらいで、はい、へぇ。秋人さん。はい。うん、話したことないね。え、牛丼食いに一緒に牛丼食いに行ってないですか。いや、してない。え、井上くんって食べれる。食べれますよ。結構いけるんですよ。あ、じゃあもうこれは、じゃあ一発目。アキトと、キング牛丼よ。アキトさんとキング牛丼うん。マジっすか。うん。あと、じいさん、ア
とねえは大文字っす。こっちは大文字や。いや、大文字っすよ。これは、はい、もうコンテンツだってこれもう、はい、ごめん、俺は、はい、あえてこの、アキトくんね、俺めっちゃ好きだから言うけど、はい、アキトくん困ったらキング牛丼食ってた。なんか困ったらキング牛丼食ってて、はい、キング牛丼は、やっぱり彼は伸びてる。あ、そうっすよね。うん。うん、だってすごいっすもん、実際。そう。普通にすごいっすよ、だって。いや、アキトくんの最近の動画見た。見てないっす。いや、俺ね、はい、俺、マジで毎日見てるのよ、はい、アキトくんの、はい。大ファンじゃないですか。いや、大ファン。チャンネル登録はしてますよ。だって、アキトくんの、はい、まあ、トレーニングの動画とか結構真面目にやってると思うんですけど、はい、あの飯食ってる動画、マジ何の中身もないから。だってさ、だってさ、マクドナルドの、はい、こう、買いましたっつって、はい、で、マクドナルドの買い袋、この音たまんなくないとか、くしゃくしゃってやってんだよ。何なのそれ。いや、それ。悪口みたいな。いや、悪口じゃない。俺はもうすごい好きすぎて。好きすぎてね。で、アキトくんの YouTube のコメント欄は、はい、もうなんか、爆食いといえばアキトとか、はいはい、噛まずに飲み込むといえばアキトみたいな、ちょっと大喜利になってるのよ、アキト。ああ、そうなんすか。そう。だから、アキトくん本人も多分楽しんでると思うし、それを。そこはコミュニケーションツールみたいな。コミュニケーションツールみたいになってるし、はい、あの、本当にね、なんだろう、こう、大食い YouTuber っているじゃない。はい、あの普通の大食い YouTuber、モヤズさんとかね、そう、宮城さんとかね、やっぱりあれは、まあ、見てて食ってて気持ちいいみたいな、だからすごいなと思って見ると思うんだけど、アキト君も確かに大食いなんだけど、大食い YouTuber の人に比べると別に そこまでめっちゃ食うけど、はい、だからけどそれプラス中身のない会話その2つマジでその2つは、はい、マジでほのぼのわんぱく男子のご飯みたいな感じで、俺すごく好きで、あれだから新しいコンテンツだな。でも今思ったんですけど、新しいとは言うけど逆に古くないですか？いい意味でね。昔の YouTube ってそんなもんでしょ。ヒカキンさんとかも、あ、そう、はい、なんか買ってきたものを紹介して食べて、つって何点って言って終わり。そう、2、3分。懐かしい、本当そう、その通り。だからアキトさんが原点にいるんですよ。え、じゃあもしかして、はい、YouTube の頂点取るんじゃね？途中から何言いたいのか分かってない。いや、これちょっと待って、はい、アキトくんだけで30分してくれるからやめた方がいいよ。アキトさんについてって言うとダメになっちゃうから、はい、けど、はい、あの昔シズラーやってたじゃないですか。いや、やりましたよ。アキトさん何回かコラボしますから。はい、はい、だからこれはちょっとキング牛丼もやりたいし、はい、あとやっぱ焼肉とか、まあその、だから爆食い系、まあ爆、まあ大食いの万博食いみたいな、うんうんうん、あれは、やっぱちょっとやりましょう。あ、そうですね。うん、マッスルグリルって、結構まあクリーンにこだわってたりとか、はい、まあ、やっぱあざみさんが、その食を突き詰めてる方なんで、はい、ジャンク系は行かないんですよ、まあ、はい、まず、はい。で、自分は意外とジャンキーなんですよ。あ、マジですか？ジャンキーなんです。はい、だから、あの、そういうね、層も狙っていくという。そう、だからそこは、そこはだからスマイル企画よ。スマイル企画で、ね。スマイルと、はい、まあ、俺と、アキト君、はい。ありがとうございます。あと、元気さんもめっちゃ食うからな。はい、そうだ。元気さんよ。いや、マジで、はい、なんだっけ、あの、シズラ、この間行ったじゃないですか。で、期間限定のなんか小さいプリン。はい、2、30個くらい食ってたもん。言ってましたね、そんぐらいね。ってさ。そんぐらい言ってたわ。そう。だから、あの、しかも今、増えじゃないですか。はい、ボディービルダーオフじゃないですか。うん、ボディービルダーとかフィジーカーの結構トップ選手とかもあのオフの時結構ジャンク行く人多いじゃないですか。ああ、多いっすね、多いっすね。そこら辺なんかね、行けたら。ああ、ちょっと攻めたい。はい、攻めたいっすね。はい。はい、ということで、はい、まず一つは、まあ、それ、アキトとキング牛丼。ごめん、あの、俺ね、はい、言いか、呼び方が定まらないのよ。はい。アキトさんって言ったり、アキトくんって言ったりとか。ああ、確かに。アキトっていう時は、はい、まあ大体ネタで喋ってたりとかして、あ、まあ本人はどういう思いで俺を、それを見てるのかわかんないけど、はい、けど俺はめっちゃ好きだから。まあ、アキトくんっていう。自分も好きって。アキトさん、あんな優しい人いなくないですか？自分めっちゃ好きなんですよ、自分も。で、キャラ違うっすよね。うん、あの、違う。ほんと YouTube で見るアキトさんと、俺は三笘さんって呼んでるんですよ。あ、そっか。結構あの、結構前からの知り合いなんで。そっかそっか。はい、もう4年ぐらい前、5年ぐらい前からあの挨拶して知ってるんで、はい、三笘さんっていうふうに呼んでるんですけど、めちゃくちゃ優しい、うん、はい、だから結構あの人は愛されキャラやね。そうですね、うん、なんかあのいつもの三笘さんの方が愛されるじゃないか。そうだから、じゃあ俺あの要素俺欲しいもん、あの愛されキャラみたいな要素、うんうんうん、俺ないから、はい、あ、いいなと思って。女性人気とかもすごいですよ。すごい、うん、かっこいいし、かわいいしっていう、うんうん、
あ、ダメだ、先行きましょう。もう一つ終わっちゃう。なっちゃう。はい、はい、じゃあ次。はい。はい、まずこれ、じゃあ事務所所属から、あ、そうですね、ちょっと考えていきたいんだけど、はいはいはい、次。はい、俺これいいなと思ってるのは、はい、アヤゾンビ。はいはい、三浦さんね。うん。はい。アヤゾンビの、はい、なんで何か語るんですか。これ見えるのかな、皆さん。迷った挙句、何か語るんです。ドラえもん要素になっちゃった。ドラえもんみたいになっちゃった。アヤゾンビの朝トレ、はい、あー、走ってますからね、アヤゾンビね、うん、朝トレに参加。まあ、いいのか、そういうのも。いや、これはどうなの、はい、そのやっぱり井上くんとか三浦さんとかは、はい、そこら辺の格闘技に対して、はい、じゃあ俺みたいな人間が、はい、こうフラット撮影とかで入ってきてほしくない聖域なの。ああ、これ難しくて、マッスルグリルのあんま話したことないんですけど、これやっぱ格闘技めちゃくちゃ真剣にやってるんですよ。はいはい、はい、でもちっちゃい頃からずっと格闘技やってきて、はい、格闘技の練習言ってないけど毎日やってるんですね。ああ、今格闘技練習帰りなんですよ今。あ、マジっすか。はい、で、だから真剣だからこそあまりそのネタにしたくないっていうのは正直あったんですよ、うん、まあ、やらせてもらってますけどね、木村選手とかの映画です、ね、まああれはけど本物の格闘家じゃないですか、はい、まあまあそうですね。俺は違うから。そうそうそう、俺が入るとやっぱりバラエティ色は入ってくる。あ、でもそういうのもありなのかな、どうなんだろう。いやけどそこをだから、うん、いやここはちょっと自分の中での聖域なんでっていうところには、はい、やっぱそこは大人だから、まあまあそうですね、足は踏み込まないっていうか。で、あとあるけど、そのやっぱりあの筋トレと食事っていう、まあ、シャイニーが作り上げてきたもの、うん、まあ、もちろん自分も一緒に手伝ってですけど、はいはい、そこを変に壊したくないっていうのがあったんですよ、正直。はい、だから、スマイルがなんか出しゃばって企画とかやっちゃうと、ちょっと違うかなって思って、そこら辺もやらないのと、あとは、まあ、自分が真剣に考えてることだから、うん、あんまりネタにしたくないっていうのがあって、もうほぼほぼ触れてこなかったことなんですけど、だけどこうなった今、まあ、そういうのもありかな。つうか、まあ、自分のっていうよりかは、三浦さんにスポットを当てて、三浦さんの何かに参加するとかだったら、OK かもしれない。あと、まあ、コメント欄欲しいです、そういう。ああ、そうですね。そう。だから例えばその、朝トレとかだったら、はい、これこそ結構ハードな、はい、まあ、有酸素運動のトレーニングとかだと思うんですよ。はい、それこそ、じゃあ朝トレとかの中に、うん、スパー入りますとか、はい、シャドウ入りますってなったら、はい、じゃあ極端なのでプロがやってる隣で、はい、素人もプロなんか一生懸命やってたとしても、はい、プロからするといや邪魔だろってなるじゃないですか。あ、はいはいはい、人によっては、うんうん、だからそういうのじゃなくて、じゃあ一緒に走ったりとか、うんうん、まあ、それがやっぱり鍛えてる部分もあるから、はい、そういうね、はい、トレーニング、はい、まあその反復横跳びとかやるのか分かんないけど、うんうん、はい、でそういうのだったらいいかもしれない、ね、ああそうですね、それはいいかもしれない、うん、三浦さん走ってるんで、うん、トラックとかで、はいはいはい、うん、そういうのに参加させてもらうのが OK かもしれない、うんうん、確かに。だからあのもしかしてね、今まだずっと企画でやりたいってあざみさんが言ってた運動会、それよそれ、はい、ね、俺もやりたい運動会は。そう、はい、だからその運動会、そう運動会よ、だから運動会サブチャンネルで社員に抜きてるんですか。いや、これはメインあ、メインね、これはメイン、うんうん、そっかそっか、別に今回サブだけじゃないです。そうそうそう、全部ね、これはメイン、はい、でやらなきゃいけないから、だからそれはやっぱりみんなで朝練、うん、朝練ね、うん、うん、やっていくって感じ。今めちゃくちゃ速くなってるやついるからな、一人いる俺ね、これもうそれこそあのアキトさん以上に繋がりないけど、サータンさん大好きなんですよ俺。ああ、俺もね、はい、やっぱりなんだかんだかっこいいよね、はい、やってると。めっちゃかっこいい、うん、あの人俺ほんとね、あの尊敬します、はいはい、本当に尊敬する、はい、うん、あのね、でこの前またコンテストで優勝しちゃいましたよね。そうなの、サマスタね。そう、はいはいはい、でそのあ競技やり切り替えたんだって思って、はい、そこから多分走るスピードとかもあのいろいろ話したんですけど、自分よりも速くなかったんですよ。だけど今はもう自分なんて全然とてもじゃないけど追いつけないレベルまで成長しちゃって、マジで、それたった多分1年とかないぐらいで、でかつコンテストも出て優勝しちゃうみたいな、もう何でもできちゃう、うん、でまあお仕事とかのお話もするんですけど、サータンさんね、ほんと何でも器用になっちゃうんですよ、まあ、こういう人いるんだって思う、うん、思った、すげえなって。じゃあサータンの皇居ラントレに付き合う企画
それこそね、邪魔だから来んなって言われるかもしれない。ああ、そうか。それぐらいすごい。一瞬にやってっから。もうそうか、そこはじゃあ、はい、あれだ。はい。だから小出監督の格好して。いや、それは怒られる。いや、それはもう聖域になっちゃうけど、サータンも。そうですね。で、サータンと、はい。でもサータンも、だとしたらもう爆食い。確かに確かに。の人だから。はい。サータンに教わる、はい、教えてもらうしかない。ここサータンに教わる、はい、おしゃカフェ、おしゃカフェ爆食い。いや、それおしゃカフェの人がちょっと嫌がるでしょ。なんでおしゃカフェなんですか。おしゃカフェ行ってました、サータンさん。いや、行ってない。あんま行ってるイメージはないけど、うん、けどやっぱり知ってそう。知ってる、知ってる、やっぱ知ってる。あの、おしゃれなの。美容意識は高いし。そう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 、うん、で、ここに、はい、ウィズ、はい、アキトよ。仲いいからね。そう、ここはやっぱり召喚しないと、はい。まあ、サータンさん、アキトさん仲いいわ、はい、確かに。だからここはちょっと召喚したいかなと思います、はいはい、そうですね、はい、うん、じゃあこれね、はい、まずこれいいですね、はい、はい、で次、はい、あとあります。あとは、うん、だけど村田さん、元気さん、はい、とかともやっぱ絡みたいですよね。絡みたい、はい、一番ね、まあ、近いんですよ。あの、うん、いろんな意味で近い。近い、はい、あの距離も近い、はい、し、あのもう仲もいい、はい、だから、まあ、元気さんもで、この前もう連絡くれたんですよ。井上さん飯行かないですかつって。え、どっちですか。元気さんから、今からダンディと飯行くんですけどつって。あ、けど、それマジで仲いいですね。いや、そうなんです。俺たちそこまで。チャリで行ける距離なんで。あ、俺まだそこまで仲良くなれてない、うん。あ、そうですか。いやいや、そんなことないですよ。そうそうそう。それで、意外な、それこそ自分練習してて、はい、もう気づいたらもう、9時過ぎぐらいで、あ、すいませんって言ったんですけど、またお願いしますって言ったんですけど。だから、ゲンちゃん、タッチャンとやりたいですよね、なんか。じゃあ、はい、で、じゃあこれもういい、はい、いいっすよ。いい、じゃあいい、はい、ズバリいい、ズバリいいっすよ。はい、ニューヨーク。ニューヨーク、インニューヨーク。まあ、まあ、行こうよ、海外。行かないっすよ。行きたいけど絶対面白い。しかも今絶対行けないっすよ。あー、そっか、オミクロンだから。オミクロン。落ち着いたらね、うん、海外行きたいっすけどね。行きたいけど、うん、はい、まあ、確かにニューヨーク行くとしたらこの2人ですね、まあ、アメリカ行くとしたら。いや、とか、はい、あと、まあ、これちょっとじゃあ書けないね、オミクロンだから、はい、けど、はい、それこそ、あざみさんとかも、はいはい、その俺、あざみさんのところに、はい、結構ふざけて、はい、ふざけ半分、真剣半分で、はい、海外の大会出てくださいよって言ってました、言ってました、はい、で、はい、いやーみたいな感じで言うじゃない、あざみさん、はい、じゃなくて、マジで、はい、そのフレックス・ルイスとかに、はいはいはい、もう教わりに行くみたいな企画とか、ジムでマジで、だってほら、はい、あれないつだっけな、前のジャパンプロの時に、はいはい、セドリック・マークミランが来てましたね。来てて、はい、でそれで帰り、はい、会場の外でセドリック・マークミラン見たら、もうあざみさん興奮しすぎちゃって、もうつば垂らしながら、やめとけやめとけ、殺されるぞって、めっちゃ興奮して、目キラキラさせてんだから。で、セドリック・マークミラン、パーカーかぶって、もうすっげえ、我関せず歩いてって、それに向かって、いるいるいる。めちゃくちゃ興奮してたから。確かに、あの人ほど、アメリカのボディービルダー好きな人いないでしょうね。うん、オリンピア出てる人。そう。だから、だからそういう人たちの、はい、に会いに行くというか、まあ、トレーニングとかするとか、はい、あとはそれこそあれよ、はい、見たいのは本場のシズラ。ああ、それはね、言えてますよ。そうだから俺、はい、そのアメリカにシズラ行ったことないんで、はい、まあ、2人のそのシズラの感じとか、あとあざみさんにシズラ、アメリカシズラってこういう感じですよって話聞いたことあるんで。え、あざみさん知ってんすか。うん、なんか知ってました。へえ、中山さん、筋肉さんやと思う。ああ、言ってましたね、はい、だからそこをね、やっぱりちょっと見たい。あ、それはいいかもしれない、うん、だけどこの前、あざみさんに言ったじゃないですか。いや、いいっすよって言ったじゃないですか。本気で嫌がってますよ、あれ。全然行く気ないですよ。で、自分もあざみさんも旅行あんま好きじゃないですよ。ね、はい、海外旅行とか、うん、自分あと飛行機が怖いんで、ね、飛行機がちょっと結構恐怖症で、はい、ほんと乗れないんですよね。乗れたくはないけど、はいはい、結構苦痛なんで。あ、そうなんだ、はい、
じゃあ船で行くか。どうしても行かせたい。どうしても行かせたい。いや、俺はまあみんなで海外行ったら楽しいなって。こういうのもね、ちょっとやりたいですよね。うん、はい。で、まあこれ、まあ、これはちょっとすごい夢ね。夢ですね。これはじゃあ、ドリームと書いておきますね。で、はい、じゃあ次ね。じゃあ現実的なやつ。現実的に。だからあの、なんか、去年だったっけな、はい、外野ジムで、はい、あのベンチプレス大会みたいなやつ、ね、ああ、そうそう、やりました、やりました。で、あの時に、はい、ケンキさんとか来たと思うんですよ。来ましたよ。めっちゃ楽しかった。あれをやろうってまた言ったんですよ、この前、風見さんと。ベンチプレス。ベンチプレス大会。あ、もうじゃあこれはもうほぼ壁なんで、1回もできない。あの、金金さんが昔、デッドリフトの大会やってたじゃないですか。デッド、スクワット、ベンチですね、確か、うん、金金さん。あ、金金ジムオープン時ですよね。うん。はい。で、あれなんか会場も貸し切ってやってたりとか、あの人、はい、金木さん何回かやってるんですよ。別のところで。やってるな。そうです。はいはいはい。だから、それこそ、それもちょっと動画のコンテンツ。だから前はクローズドでやってたと思うんですけど。はいはいはい。だからまあ、まあ、参加メンバーは、そのマスグリルの家の人たちとかが、はい、まあ、会員さんとか、はいはい、ガイアのジムの会員さんとかだと思うんですけど、はいはい、それもちょっと動画になるかなと思うから、うん、まあ、そのベンチプレスの大会とかいいかもしれない。あと今思ったのは、うん、この前、自分とあざみさんと、ガイアジムのスタッフの川崎みつるくんっていうのを。見ましたよ。見ました。ディップスとかのやつ。そう、ディップスとチニング対決やったんですよ、はい。で、これをもうちょっと大きくして、だからある意味クローズにして、YouTuber だけでやったら面白くないですか？ああ、なるほど、なるほど。ベンチプレスとか、元気さん、村田さん、D さん、まあ女性も入れてもいいですよ。重量ちょっと軽くして。はい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 。それで、やりましょうよ。ああ、いいですよ。はい。チーム戦だね、それは。チーム戦もいいかもね。そうします？女子を振り分けて、はい。チーム、はい。体力対決。ああ、いいな、それ。うん。だこれが、はい。あの、後にあれよ。はい。運動会。そう、ここに繋がるのよ。おお。だからここで最初、はい、俺らはプレゼンをするわけよ。はい。だからあの動画で、はい。これをメインに出して、はい。プレゼンして、して、これを筋肉 YouTuber にプレゼンするわけよ。どうですかと。おお、はいはいはい。したら、あ、面白そうだな。はい。で、こっちに行くと。だから運動会じゃみんなでやりましょうよ。今度はみんなで運動会でやりましょうよと。はい。いう感じに繋がると。そうか、うん。競技何があるんですか？運動会？はい。まあ、まずは、はい、障害物と。パンクリも。いや、だからその障害物とも、はい、こう走るじゃない。トラック走って、はい、チンニングスタンドがあるわけ。はいはいはい。で、チンニングスタンドがあって、はい、チンニング10回やるとか。はい。それこそ、だからもうここも入れちゃうよね。この牛、大食いも入れちゃう。爆食いとか大食いとかっていうのは、はい、もう本当に、どこでももう挟めるから。そうなんすか？どこでも挟める。そうなんだ。うん、それはいいですね、うん。それは便利ですね。そうそうそう。はい、アキトさんとかって超、あの、もう、なんていうんですか、ふっからですね。ハイブリッド。何でもできちゃう。うん。最後、はい、死者みたいなの吸わしとけばもう、最後の新作、アキトのチル。俺が今一番ハマってる動画のコンテンツは、アキトのチル。YouTube にしてませんよね、チルはさすがに。してます、してます。アキトのチルっていう動画がある。あ、アキトのチルあるんですか？うん、アキトのチル。あ、マジっすか？あ、そうそう。だからもう C 社屋に訪れて、はい、あの、もう C 社屋訪問みたいな動画出してるの。アキトさんは。そうなんすか？そうそう、アキトくん、本当に。そう、3が、アキトくんにする。アキトくん。うん。ここアキトくんって呼びます。年も、下なんですよね、全然。自分よりも全然下なんですよ。何歳？ 20 代ですか、まだ。20代ですか、ね。多分ね、あれ違うかな？多分そうっすよ。ああ、多分若いっすね。はい。そう。だからそこは、アキトくんの、アキトの、はい、チル。やばいやばい、ダメだ。もう全部持っていくわ。秋とかになっちゃった。そう、全部持っていく。ダメだ。はい。はい。だから、ここね。ここが運動会になる。うん、運動会ですね。はい、これは、まあ、あざみさんもやりたがってたから、ずっとやりたがってるんで。うん。もうなんなら、もう結成当初からやりたがってるんで。うん。いぶきさんとかでもそう話したんで。ああ、はいはいはい。うわ、いぶきくん強そう。なんでもできそう。足速そう、その、ね。足速そう。うん。で、次。はい。これね。はい。やっぱり YouTube って言ったらこれよ。はい。買う？買う。爆買い？
例えばまあこれって、はい、あの初めは始まりって、はい、あのトンネルズの皆さんのおかげでした、はい、の、あの時計買う、はいはいはい、買わせるやつですね、買わせるやつじゃないですか、はい、でまあみんなその時計買ったりとか、はいはい、車買ったりとかして、うんうん、でそれが YouTube でも流行ってて、はい、でまあ車買うとか時計買うとか大きいもの買うって結構人気は、それは無理、はい、だからだけどじゃあそれでね、はい、マッスルグリルがロレックス買うとか、はいはいはい、変な話になってくるから、はい、それはそうそうす、ね、あ急にどうしちゃったみたいな感じになっちゃうから、はい、違う寸胴鍋か、それはいい、寸胴鍋って、はい、だって15万とか結構高いんですよ、はい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 、でマッスルグリルってこう前はねみんなで振る舞ったりとかしてたじゃないですか、視聴者の方とか呼んで、だからそれでやっぱり寸胴鍋って必要だと思うのよそれに近い企画でかっぱ橋で包丁買ってますから一回、あそう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 、はい、だからそこはもうかっぱ橋でもう本気買い、はい、100万いいえ100万調理器具、100万円調理器具買うんすか、うん、それはシャイニーの自腹っすかけどそれぐらいの、はい、今後ね使えるもの、はい、だからこれがあれば、はい、あのあれよ買うシリーズで1本になるでしょ、そうですね、はい、前それこそ、はい、あの暴露とかでイベントやってたようなイベントあるじゃないですか、はいはい、あのイベントをやるで、うん、はい、え一本になるじゃない、そうですね、ただ今回寸胴鍋持ってるから、はい、前日仕込みができるわけよ、おー、はいはいはい、前日仕込みの動画も1本作れると、あ仕込んでる動画も、そうこれだからすごくねコスパが100万でもいいと、あ3あと3本あれもできますよ、炊き出し、炊き出しもできる、はい、炊き出しもできるから私も毎日が作って、そうあの、まあ、食べたいっていう、そのそうそ、外で暮らしてる方とかに振る舞う。ああ、それいいかもしれない。はい、うん、4本、はい。すごい栄養のね、はい、栄養価の高いものを作れるし。うん、そう、これか、はい、だからこの、寸胴鍋を買うのか、はい、車を買うんだったら、はい、キッチンカー、うん、それはいい、うん。ぶっちゃけいい、それは。なんなら、あの、芋、はい、焼き芋の車をメルカリで見てたんですよ。だからそのなんなのそのちょっと俺もそれ持ち合わせてたけど、はい、中古でいい焼き室。いやいやそうでしょ。キッチンカー高いんですよ。200万とかしますよ普通に。あそうそうだね、はいで。駐車置き場所も困るし、うん、あの多分これ結構高いかなと思って、だから焼き芋カーがなんか30万くらいでしたんですよ。これなんか買えんじゃないですかみたいな。これね、はい、キッチンカーで、キッチンカーあれば、はい、ぶっちゃけ全国回れるし、そうっすね、うん、でそこで食材集めて料理して、はい、振る舞って、うん、こうジムも行って、はい、トレーニングもできてっていう、これ最高のセットっていう、うんうんうん、まあ確かにね、はい、旅できますね、旅もできます、ね、うん、はい、じゃああとね、はい、じゃあ最後らへんだな、はい、あのサブチャンですぐにできるやつちょっとお願いします。すぐできるやつ。はい。で今あの自分一人でもできるやつというか、自分と、うん、あのなんか社員今いなくてもできるやつっていうか。ああできるやつ、はい。すぐできるやつ。うん、ここら辺そのこういう。はいはい。え、それは、はい、すぐできるやつは、はい、じゃあ俺と。いや俺と、うん、全然嬉しい D さん、俺とできるんだったらすぐできるんだったら、はいはい、もう今すぐにもいけるっていうのはもうせんべろせんべろ爆食い、せんべろ爆食い、せんべろ爆食いは、はい、もう今すぐいけるよ、いやだから俺飲めないんですよ、お酒一滴も飲めないそうそう、はい、だからそれなのよそれがいいのよあの、はい、スマイル飲めないじゃん、飲めない飲めない、飲めないから、うんうん、飲めないってことはせんべろとか、はい、あとちょっと汚い飲み屋とか行ったことないでしょあんまり、いやないですね全然、連れてたけど、はい、いいっすね、うん、でそこで、はい、そういうところのつまみとかって、はい、マジうまい、ああつまみ好きなんで、そう、はい、飲まないけど、そのそういうところで、はい、まあ俺は飲むけど、まあ、はい、そういうつまみとかを飲みあれ食べてみたいな、はいはいはい、そういうのとか、あ、そういうのいいわ、うん、まあ、今ね、そのやっぱちょっと落ち着いてる、うん、あの感染者数とかだからできることもあると思うんで、うんうん、あとは、はい、そうだね、来週行くんだったらまあ、はい、
夜釣りかな。え、ティーさん釣りなんすか。俺釣り好き。知らなかった、それは。夜釣り。はい。夜釣りなんてのも、まあ、夜釣りの向こう。うん、夜釣りの向こう。はい、ディマップ。さすがだね。できるから、はい、だから、まあここら辺も今すぐできる。で、あとは本当に今すぐできるんだったら、はい、まあこうゲスト呼んでトークは今すぐできるかなと思いますけどね。まあこれも。これなんてもはや、それな、なんで秋田さんの、秋田さんのスケジュール知らないじゃないですか。秋田のキング牛丼、めっちゃ押すけど。最後振り返りますか。見えてるのかな、皆さん。まあ、見えてるかなと思うんですけど、はい、どうだろう。はい。はいはい、お邪魔する企画会議ということで、うん、1、秋田とキング牛丼ということですね。まあ、これは現実味がある。もう激アツ。はい。で、あやゾンビの朝トレ参加。うん、はい、で、運動会、これメインでね、いつかやりたいですね。で、あと、サータンさんに教わるおしゃれカフェで爆食い。で、アキトさんが来ると。で、ゲンちゃん、タッちゃんとニューヨーク行くのは、まあ、これ、有名ですけど、でも、ゲンちゃん、タッちゃんと何かやりましょう。うん。はい。で、ベンチプレス大会、これは来年やります。うん、必ずやります。問題なければ。だから、これも、こっちもそうよね。体力対決。うん。うん、これで、運動会につなげたいと。はい、はい。で、あと、爆買い企画。かっぱ橋で調理道具を買う。はい。はい、あと、センベロ。あと、夜釣り。夜釣り。うん。あ、まあ、いいですね。はい。いいラインナップだな。いいラインナップ。はい、ありがとうございます。これで、はい、まあ、ちょっと、まあ、やりたいことまあ、結局、はい。ね。はい。みんなでいると楽しいからね。そうなんですよ。そうそうそう。みんなで、だから、あさみさん、その減量終わるんで、もうすぐ。それをみんなでまたご飯食べたいんですよ。そうですね、うん、それとかも回せたらっていう話したんですよ、この前、うんうん、みんなでそれでご飯食べてるってことを回せたらいい。ああ、もうそれはやっぱ一番いいと思います、はいはい、そういうのもありかなと思いますよね、はい、はい、なので、まあ、それまでちょっ と、まあとサバちゃんの方は自分が一人でやる可能性もある、一人スマイル企画みたいなのやらせてもらう可能性もあるんで、そういう時に、まあね、ちょっと他のいろんなゲスト呼んでね、うん、はい、できればなっていうところですね。はい。そんな感じで。はい。よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。はい。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ今日は以上ですね。今日は以上です。こういう感じの。あ、他にも、はい、そのね、この動画を見てる視聴者の方が、こうなんかこれやってほしいみたいなのあれば、コメント欄で、はい、よろしくお願いします。ぜひお願いいたします。はい。はい、ありがとうございました。失礼します。